ね、僕のお母さんがね、いいですか？向井ママすごい。はい、皆さんの、まあ、ご家族、あとは、まあ、友人ね、いろんな人を応援してくれてると思いますので感謝の気持ち忘れずに、その人のに、まあ、届けるっていうのも忘れずにね、あの今日ショーができたらいいなと思いますので、はい、今日一日頑張りましょう。嬉しいです。最高に楽しんできます。頑張りましたね。楽しかったです。でも決まりました。
バンって一つの音になった感覚がたくさんあって、バッテリーの中ですごい一体感が感じられました。多分今までよりも思い入れが強くて、それで変に緊張しちゃって大丈夫かなっていうのあったんですけど、すごい笑顔でずっとやってて、ほんとなんか自然と笑顔だった。パートリーダーだったからっていうのもあるから、すごいみんなを、ね、自分が言われて動くじゃなくて自分が言って動くとか、そういうのもあったし、本当に仲が良くて、なんか盛り上げてくれる子もいたし、すごい親身になって相談乗ってくれる子もいたしみたいな感じで、すごい自分だけじゃないけどみんなで作り上げてきたっていうのがあって、結束力もあるから、なんか今までとまた違ったバッテリーになったかなって思います。ここまで来れたから本当に良かった。本当に行きたい、本当に行きたい。今のバッテリーとして今のフォーカスで出たいし、そう今のテナーで出たいし、もうすごい思い入れ強い。幸せしかない、幸せしかないな。ごめん、幸せしか感じませんでした。めっちゃ幸せ感じました。文句なし、幸せ。すごかったよ。あ、もうとっても楽しいハンドトゥハンドでした。楽しかったです、とても。今回は割と悔いなしにできたのかなって思います。肩は上がらなかったですか。よく回った、よく頑張った。足引っ張った上に木まで使わしちゃって、まあ、申し訳ない気持ちと、まあ、それでも、まあ、全力で取り組めたかなと。ありがとうございました。お疲れ様です。でなんかやっぱり最初大人のレディーになれたっていうか、すごい落ち着いてできました。まあ、大人のレディーの神崎がいたんで、神崎が引っ張ってみんな大人にしてったって感じですね。お疲れ様です。 OK OK はい、チーズ。私は、はい、あ、めっちゃ来なくなっちゃった。お疲れ様でした。はい、まず楽しかった人、今日ベストのショーできた人、結果もう来てます。ぶっちぎりの3位。フォーカスのうちわ持ってる人もいたよね。最後一緒にフォーカスってやってくれてた、ね、人もいたみたいなんで、なんかそうやってすごい応援してくれる人がいっぱいいますからね。ここで終わりじゃないんですよ。もう本番まだいっぱいありますし、最終的には感謝祭っていう目標がありますからね。そこに向かってまたショーを作り上げていけたらなと思いますので、頑張っていきましょう。すごい楽しかった、めっちゃ笑っちゃった俺。本当に良かったのに報われなかったことが頑張れよちゃん。悔しくて泣きたかったら泣いていいよ。県大会の後からこんな頑張ったのに。頑張れよちゃん。残念ながら絵にならないけど、本当に悔しくて。でもなんかみんなそうやって明るいから、なんか本当好き、いいチームだなって。確かに大好き、大好き、ありがとうございました。4年かけてやっとチームになれたなって本当にやってて思いました。本当に1年目からいる人にはすごい不安定な運営で、いつこのバンド消えるかなって思う時何回もあったと思うし、だけどこんなにファンがいて、応援してくれる人がいて、私たちのために泣いてくれるスタッフがいて、でなんか本当にこの4年を振り返ると、やっとスタートラインに私たちは立てたんだって。私のパートリーダーきり、1人だけ考えてもチームって成り立たないから、みんなにもお願いしたけど、今年本当に初めてそういうことをしたから、みんなにはすごい負担かけたと思うけど、
それがこのチームになったっていう結果だと思うので、本当にありがとうございました。目的は最高で最強の人間になることなので、まだ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 ですよね。まだ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 自分って最強だ最高だってみんなが一人一人言えるように引き続き頑張っていきましょう。ありがとうございました。今日も一日お疲れ様でした。ゆらゆらふつふつ静かに深くに、これは僕らの新しい物語。どんな景色が見えるだろう。君と描く未来、始めよう。僕たちで、僕たちのカラーで、2023 Colors One. You got it like that.